皆さんこんにちは、こんばんは。菩薩のベストトレンドニュースです。人種差別、異人種を見せ物、人間動物園再現計画に反発、波紋をお届けします。ノルウェーの首都オスロで異人種を見せ物にした100年前の人間動物園を芸術活動として再現する計画が進められている。忘れられた差別の歴史を示し、議論を喚起するのが狙いだが、反人種差別の団体は、かえって差別を助長すると反発、波紋を広げている。人間動物園は、ノルウェー憲法制定200周年の記念行事の一環。主催者によると、政府支援も含め120万クローネ、約2000万円の開催資金を調達。動物園で鑑賞の対象になる有志も公募し、2014年5月1日までに世界中から80人以上を確保した。2014年5月15日から8月末まで開く計画だ。オスロでは1914年、アフリカ系の80人が5ヶ月間、今後の村と名付けられた区画に住まわされ、当時のノルウェー人口の3分の2にあたる約140万人が見物に訪れたとされる。欧米諸国による植民地支配の影響もあり、19、20世紀には各地の万博会場などで人間動物園がたびたび開催される人気ぶりだったという。たった100年前にこのような同じ人間同士で蔑む無行為をしていたと思うと、いかに人間が自分よりも低い人間を見出すことで、己のバランスを図ろうとし、自己充足感を得たい生き物なんだと、その愚かさに改めて知ることのできた良い例だと、私菩薩は思うのでした。